J リーグは8日、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下における試合開催のガイドインを改定したとして、改定内容を発表した。シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも観、視聴、1ヶ月無料お試し実施中。2020シーズンの J リーグでは、ウイルス感染拡大による中断を経てリトマッチ、無観客試合で、公式戦が再開され、の後は、段階的に入場者数上限の引き上げが割れた。だが感染の再拡大により、今年1月に再令された緊急事態宣言が先日延長されたこで、2021シーズンも一部地域では緊急事態宣言下、リーグ戦の開幕を迎えることになる。現状で、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、都府、大阪府、兵庫県、福岡県の1都2府7県を対象と、他緊急事態宣言が3月7日まで発令されている。増区域には、超限界体制のプロトコルが適用。で、入場観客数は、5000人かつ、収容人数の 50% 以下が上となる。また、対象地域については、ビジター席設置せず、緊急事態区域内のチームが上、チームとして、他地域で試合をする場合にも、自他席は設置されない。緊急事態区域外の無同士が対戦する試合のみ、ビジター席が置けされる。また、緊急事態区域においては試合、20時までに終了させるため、キックオフ時刻を18以前とする。アルコールの販売は引き続き認められるが、対象区域では11時から19時までの販売、規定されている。緊急事態宣言の解除後によっては、段階的な緩和措置を取ることも規定された。収容人数2万人以上のスタジアムでは、少なとも1試合を上限 30% の観客数で開催した上で、そ、あと他区域と同じ、上限 50% に移行する形となる。両。Thank you.